で、LGBT 理解増進法、これについて、いろんなその、正しく伝わってないところもあるんではないかそうと、なんですよ特にね。稲田さん、変わったねと、そうで言すわれたりもすよ。ると思うんです。本意ではないと思うんです。本意じゃないですよ。ちょっともうご説明本当を。に、それこそその本書いた後ぐらいだったとは思い、書いてる途中かな、LGBT 理解増進法が、もう総務会という最後の最後で、執行を預かりってなったわけですよね。で、もう5年ぐらいかけてずっと議論をしてきて、そして古谷先生が委員長の時にその元を作られて、私が引き継いで、で与野党協議の中で理念の中に差別は許されないという認識のもとでこの法律を作りますって書いたんですけど、それが差別禁止だと、人権擁護法案と一緒だって言われたんです。これが人権擁護法案とどこが一緒なんやろって思いましたけれども。人権擁護法案の場合は、それが約人権侵害だと訴えたら、訴えられるという、訴えられる、その委員です会よでね。裁判所じゃないところで勝手に人権侵害を決めて、そしてもう聴取したり捜索したり、それが裁判まで起こせるっていう、もうとんでもない強大な権力を持った組織を作るっていうのが人権を委員会です。この理解増進法は LGBT 差別でもな、差別禁止でもなくて、理解を進めていきましょうと。で、先ほどの理念というか目的のところに書かれているのは、LGBT にを差別はしてはいけいけませませんんよよと、ということを前提全に、員、全然違う規定を定められていくということそうなんです、です差別ね。禁止じゃない理解を進めるためにこんなことやりましょうみたいなだからことを書いたんで LGBT すだね。という自認している方が、今差別されたって言ってどっかに訴えるというようなたこめとのでは、法律でではは、ないんです。で、今だって差別されたって言って訴えられますよね、憲法があるんですから。でもそれとは別に、やっぱ差別のない社会を作っていくためにも理解を進めて、特に小学校とかそういう教育現場でいじめられたりとか、それを苦にして自殺したりとか、そういうことはあってはならないので、そういうことがないような社会を作っていきましょうとか、あと LGBT の人たちがいろんな陳情する場所もないので、そういうところを作りましょうみたいなね、部署を作りましょうみたいな、そういう法律なんですけど、もう世界で一番まろやかな法律なんですけで、これはど、例えば同性の、婚姻を認めるとか全くないです。で、自民党は同性婚に反対をしていて、同性婚には反対だけど、やっぱり理解は進めていきましょうと。あと同性婚のような大きな問題については国民の本当に理解がないとそんなのは進められないんだから、ちゃんと理解を進めた上で議論しましょうっていうのがこの法律なんですけど。なんかその、いや、個人のそういう思考じゃないのと。でも生まれつきそういう脳の構造、脳と体の構造が違ったっていう、その、これだけ人間がいると、必然的に一定割合でいらっしゃっやるという。て、その人にとってはもうなんかもう生きていく根幹に関わるようなもう重大事なんですよね。で、それを周りからそれは趣味でしょうとか、それって病気なんじゃないの、治るんじゃないっていうことではないんだっていうことを理解しましょうっていう、言ったら法律ですね、なる簡ほど。単に言うとね。話し出すと長いそうとではす思うんですけね。ど、ぜひまた続編を、今度もよおろ願いししたくいおと思い願まいしす。ます。今日は衆議院議員の稲田朋美さんに、ゲストにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございましありがた。とうございます。